どうも、キスケです。今回はドラゴンクエストライバルズの公式生放送が、先ほどあったんですよね。で、何事かと思ったんですけど、新情報ということですわ。はい。で、本日のメニュー、第10弾の新情報があります。で、運営からのお知らせで、この新情報なんぞやとなると思うんですけど、こちら拡張カードの新登場ということで、僕個人的にも、拡張カードをなんで実装せへんやろって結構思ってたんですよね。スタン落ちしたぐらいから。なので満を持して登場ということですね。はい。こちら、拡張カードとは、第10弾カードパックに新カードが追加、8つの職業にそれぞれレジェンドレアカード1枚、スーパーレアカード1枚、合計16枚のカードが新登場します。はい。拡張パックだけのパックが登場するんじゃなくて、また破壊と創造のフロンティアを引かないと当てれないっていうことですね。これ結構厳しいかなとは思うんですけど、ありがたいですよね。はい。これですよ、皆さん。いやー、これは嬉しいんじゃないですか。破壊と創造のフロンティア拡張カード、4月28日火曜日配信開始ということで、見ていただいたら分かる通り、過去の英雄たちが、復活ということで、英雄といってもヒーローカードではないんですけど、実装確定となります。じゃあ、その内容を見ていきましょうか。はい。まずは立ちふさがるドラゴン、ドラゴンクエストよりということで、これ神ですね。盗賊、前まで共通カードだったんですけど、新しい職業が追加されたので、これは、盗賊に採用ということですね。で、5コスト47、仁王立ち、超貫通強いね。で、召喚時カード2枚を引いた後、手札から2枚選んで捨てると。死亡時相手の手札にコスト2の王女の愛を1枚加える。前まで実装されてたドラゴンも、その低コストの割にはスタッツが高い、ただ死んじゃうと王女の愛を手札に加えちゃうっていうデメリット持ちのカードで、あんまり使われてなかったんですけど、今回新しく実装されたドラゴンは、盗賊でいう、何でしたっけ、ディスカード神ですか。ディスカード神にすごい相性のいいカードとして実装と。で、プラス、相手の王女の愛がコスト1個高いんですよね。2コストで使える王女の愛になってるので、わりかしデメリットもちょっと少ない。プラス超貫通ですからね。しかも2枚引いて2枚捨てれるんで、だいぶ優秀なんじゃないですか。これすごい強いと思いますよ。ディスカード神を今までだとちょっとね、使いづらかったりとか、捨てて美味しいカードが少なかったりとか、なかなか厳しいカードが多かってディスカードが環境に出づらいっていう感じだったんですけど、こういうカードが実装されるとディスカードの幅が広がるというか、すごい楽しみなカードが増えましたね。これ超貫通すげえ賢いね。すごい賢い。しかも5コスト47、すごい取りづらいです。ホメロス見ていただいたら分かる通り、やっぱヘルスならは取りづらいんでね、だいぶ強いんじゃないかなと思います。じゃあお次、はい、アトラス、悪霊の神々アトラス、こちら戦士ですね。テリーです。6コスト46、貫通を持つ味方が攻撃した後攻撃力プラス1、死亡時このユニットの攻撃力と同じ攻撃力を持つコンボを味方リーダーに装備するということで、これもまた強くない？てか、ちょっとさっき言うの忘れたけど、イラスト神じゃない？イラストがマジで神。かっこよすぎる。こいつ自身が貫通なんで、こいつ自身が殴るだけで、アタックが上がると。で、プラス貫通といえば、戦士の、ヒーロースキル、ヒーロースキルじゃないわ、テンションスキルも貫通なので、味方リーダーがテンションスキルで殴った後、アトラスでも殴ると、攻撃力が6になるのかな。で、こいつ自身が死んじゃうと、その上がった攻撃力分のコンボを味方リーダーに装備できるので、結構簡単に
なんか武器の攻撃力6のコンボとかも装備できそうなんで、すごい強いんじゃねこれ。うん、だいぶ強いと思います。いや、いいですねこれは。いいよこれは。なんか前までのアトラスやったら確かさ、こいつ自身もなんか盤面にいないとリーダーの攻撃力上がらんかったみたいな、そういう感じじゃなかったっけ。ちょっと忘れちゃったから曖昧なことあんま言えへんねんけど、ただこいつは死亡してもコンボをくれるんでね、このでっかいでっかいコンボをくれるんで、相当優秀だと思います。こいつ自身盤面に残し続けても攻撃力が上がっちゃうし、倒したら倒したでコンボをゲットしちゃうしみたいな、うん、相当優秀なカードだと思います。お次、バズズ、悪霊の神々バズズですね。ドラゴンクエスト2、アトラスも2ですね。はい、バズズ、いやこれかっこよくない？イラストがすげえかっこいい。まあこちらはもちろん魔法使い専用のカードになってます。6コスト66、狙い撃ち、召喚時指定の敵マスに01の氷塊を1つ出すと、敵の氷塊が死亡するたび自分のデッキからメラ系以外の特技カードを1枚引くということで、うん、なんかこのバズズやったらね、前のバズズの方が強かったんじゃねとは思うんですけど、けど新しくね、そのメラ系以外の特技カードも非常に優秀なカードがいっぱい追加されたので、マヒャドーとかね、双竜打ちとかすごい優秀なカードが増えたので、まあ、これは強いんじゃないですか。で01の氷塊なんで、こいつは確実に、まあ、この氷塊死亡した能力が働くということで、なかなか優秀なんじゃないですかこれは。うん、デッキも回るし、でこいつ倒さんかったら狙い撃ちなんでね、やっぱ6点痛いんで相当嫌なカードだと思います。で別にこいつ残すことによってどんどん氷塊出していけばどんどん補充できちゃうので、やっぱ倒さないといけないユニットカードっていう感じにはなるかな。はい、いやーかっこいい。お次、あー来た来たいやもうマジでこれ嬉しい。ドラゴンクエスト2、悪霊の神々より悪霊の神々ベリアル実装ということで、いやこれは嬉しすぎるしかっこよすぎる。圧倒的にかっこいい。これもちろん僧侶専用のカードになってます。7コスト65、ちょっとヘルスが1個下がっちゃいましたけど、召喚時次の相手のターン終了時まで受けるダメージマイナス1を得る。めちゃくちゃ強ない？さらに全ての敵ユニットに2ダメージ、はい、で死亡したユニットの数分 HP プラス1ということで、まあ、ヘルスが1下がった理由はこれですね。 HP が勝手に上がっていくんでね、はい、でしかも受けるダメージマイナス1ですから、これむちゃくちゃ処理しづらい上に AOE2、まあ、点吐ける上に HP が上がっていくっていう、これは強い、これは強い。いやーマジか、これめちゃくちゃ嬉しい、めちゃくちゃ嬉しいですね。うん、まあ最近で言うとそのアグロが多いのかって言われると別にそんなことはないんですよ、そんなことはないんですけど、やっぱりワイバーンドックしかりさ、もう全体にダメージが吐けるってもうすごい優秀じゃないですか、指導とかね。うん、まあ、そう考えるとこれむちゃくちゃ強いと思います。でもしこのカードが別にそんなに流行らなかったと、で使ってみたら思ったより強くなかったっていう場合だとしても、このカードが実装されたっていう事実が強いんですよね。ククール相手に2点の、ユニット、ヘルスが 2のユニットを並べたらいけないっていう事実がここで生まれたわけですよ。ジャガーメージ流行ってた時期もそうでしたよね。3体以上ヘルス1のユニット並べたらちょっとジャガーメージ飛んでくるんじゃないかっていう、その怖さがあったんですけど、それがね叶うと、うん、デッキにたとえ採用してなくてもヘルス2点のユニットをククール相手には並べづらくなったっていう事実だけでも強いと思います。いやこれは神ですね、さすが神々ベリアル。いやこれはむちゃくちゃ嬉しい。お次、110の王キングレオ実装ですね。ドラクエ4から実装と、12コストですね。ちょっとなんか振り向きザワギバーというかかっこいいですね。12コスト75、こちら武闘家専用のカードになってます。速攻
この対戦中に自分が味方に作戦を出した回数分、コストマイナス1ということで、これどうなんでしょうか。どうですかこれは。どうなのな。どうなんかな。最近の武道家事情っていうのは僕あんまり知らないんですけど、そんな作戦使ってる？そんな作戦使ってるかな。まあ例えばエルギオスとか、まあそっち系のカードをまあ採用してあげる。だからキングレオのために作成をこうふんだんに盛り込んであげるっていうデッキがね、まあ、もしかしたら流行るかもしれないんですけど、どうなんやろな。全然テンションスキルリンクとかでも良かったんじゃないかなとは思うんですけどね。ブオーンしかり、まあよくわかんないです。まあでもエルギオス使えば一気にコスト4下がるんでね、まあ、そう考えると怖いですよね。いきなり2コストのキングレオが走ってくるっていう可能性も十分あるんで、これはなかなかいいんじゃないかなと思います。はい、お次、キラーマジンが実装決定と、かっこいいですね。こちら商人専用のレジェンドレアカードになります。8コスト3号キラーマジンが、2回攻撃、自分のターン終了時ランダムな敵2体に、あ違うわ、ランダムな敵に2ダメージを2回与えると。で召喚時、このカード以外の自分の手札が6枚以上ある場合、キラーマジンガを1体出すということで、なんかさ、トルネコってさ6枚以上の時効果発動するカードあったよね。なんかもう完全に空気になって最近では実装されてなかったんやけど、それがまた実装されたっていうことかな。でこのカード以外の自分の手札が6枚以上ってことは、例えばネネとか、特技カードを増やすようなカードでがっつりと手札補充してからキラーマジンが出せば、ランダム敵2点ダメージ2回与えるユニットが2体並ぶってことですよね。いやーこれはなかなかいいんじゃないですか。面白そうですよね。やっぱキラーマジンがで、このカード使うときって多分2体出せるタイミングでしか多分使わないと思うんだよな。8コスト払って3号ですから、やっぱ2体出したい。で2回行動の、処理しないと2点ダメージを永遠に吐き続けるキラーマジンが2体盤面にいる状態ってことになるので、いや相当強いんじゃないかなと思います。まあ商人ではね、低スタッツのユニットも種使えば大型ユニットになるんで、しかも2回攻撃なんでね、これはなかなか強いんじゃないかなと思います。いやーこれはまた面白そうなカードが出ましたね。はい、お次、グラコス、魔王グラコス、イラスト変わったこれ。ちょっとなんか落ち着きましたねイラストが。こちら占い師専用のカードになってます。4コスト2号連携、テンタコルスを2体出す。自分のターン終了時このユニットがブロックされているなら敵リーダーに3ダメージということで、このテンタコルスっていうカードが11のタコです。11のタコ、ちょっと能力ついてたんやけどわからんかった。あんまり聞いてなかった。もしかしたらちょっと言ってたかもしれんけど、まあその能力が気になる方は自分で見てください公式放送ね。はい、で11のテンタコルスということで、まあ、例えばなんだろうな、他に、まあ、こいつグラコス自身もアタックが2なので、まあ、リゼルコとか、あとあの人魚の王女様、ちょっと名前忘れちゃったけど、あの辺ともわりかし相性がいいのかなとは思いますね。はい、でまあブロックされるように配置してあげれば3点ダメージ飛ぶので、まあ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 そこそこって感じかな。ちょっと能力落ち着いた感じ。ちょっと能力は落ち着いた感じはありますね。ただピサロとか相手だとやっぱ後列に出さないとブロックされないので、って感じはあるかな。しかも連携ですね。はい、お次、じゃん、ゼルドラド、これもかっこいいよ。これはかっこよすぎるな。10コスト77、魔剣士専用のカードになってます。召喚時、すべての敵を毒にする。すべての敵ユニットの攻撃力マイナス1と、自分のターン終了時この対戦中敵が受ける毒ダメージプラス1ということで、まあすべての敵なので
リーダーも含まれます。はい、なんかいましたよね、ピサロでリーダーを独にするユニットカード、アラグネでしたっけ。まあ、いましたけど、まあ、それがレジェンドカードになって実装されたみたいな、そういう感じですね。でしかも全ての敵なので、でターン終了時毒ダメージプラス1でしょ。だから確定で2点ダメージ AOE みたいな感じですよ。言うたら強くね、強いよね。まあでも10コストなんですよね。ただ、魔王系のタグがついてるので、卵からサーチが可能ということなんですよね。まあ、最近は使ってないんですけど、毒ピサロってやっぱ一つのデッキとして存在してるんですよね。ただやっぱ毒をサーチするカードがないという感じだったんですけど、まあ、今回は魔王のタグがついたオール毒のカードが実装されたので、いやこれは相当楽しみ。うん、強いかどうかちょっと置いといて、多分そんなに強くはないと思う。多分そんなにワーキャー言うほど強くはないと思うけど、やっぱり面白そうですよね。うん、こいつを主軸にした毒ピサロっていうのがまた流行るかもしれないですね。はい、以上でレジェンドレアカード8枚実装です。いやこれは楽しみだ。はい、そして拡張カード追加記念リツイートキャンペーンですね。あのフォローキャンペーンはもうやらないんですかね。拡張カード紹介 PV のツイートのリツイート数に応じて、10段カードが引けるパックチケットをプレゼントということで、まあ、500リツイートから3000リツイートでパックがもらえると。で3000リツイートを達成できれば、まあ、パックが5枚向けるよということですね。22日から、28日、あ違うわ、22日までですね。だから19、20、21、22、結構期間が短いんですけど、まあ今もすでに PV が公式ツイッターでツイートされてると思うんで、パック欲しい人はリツイートしましょう。リツイートしよう。うん、一人一人のリツイートがこのパックチケットにつながるんでね。はい、で配布が28日のメンテナンス終了後ということですね。いや嬉しい。お次、拡張カード追加記念闘技場に拡張カードを先行登場ということで、これ結構久々ですよね。なんか毎回診断始まるちょっと前に闘技場で先に遊べるよみたいな感じがあったんですけど、これがいつや、23日のメンテナンス終了後28日メンテナンスまで実装されるということですね。はい、拡張カードが特定の扉で確定で出現します。これは嬉しいね。うん、実況者にもすごくありがたい。おい新カード出ねえじゃねえかって言ってピックした後すぐに解除する実況者も少なくなかったかなとは思うんでね。はい、ありがたいですね。で開催時に全員闘技場チケット1枚プレゼントということですね。はい、もうちょいくれてもいいんじゃないかなと思うんやけどね。うん、まあ大人の事情があるんでしょう。はい、お次、破壊と創造のフロンティアをまだ遊んでいない方へカムバックキャンペーンということで、10段カードパックリリース前から中断していた方を対象に第10段カードパックチケットを15枚プレゼント。対象者14日以前からプレイを中断している方、ログインしてない方プラスログインボーナス配布終了以降4月7日に、再開した方、新規で始めた方も対象にしますと。うん、まあ、だから長い期間ログインしてなかった方だけってことかな。で配布日28日か、5月8日どちらかの日にまとめて15枚配布しますということか。受け取り方法、配布日の3時59分までにログインした方ですね。はい、とにかく4月27日もしくは5月7日までに一度アプリを起動しましょうということです。はい、起動しよう。うん、これ別に起動しとくですからね、一回起動しとけばいいんで、15枚もらえるんでね。はい、そして運営からのお知らせらしいですね。そう、勇者杯が中断っていうか、まあ中止、まあこれはもう本当に仕方ないことなんですけど中止されたと。じゃあ伝説のカードどうなるんだって話題が出てたのかな。うん、これですよ答えは。みんなで伝説のカードを錬金
まあ多分想像ついてるとは思うんですけど、まあ、投票ですね。なんか人気カード投票イラスト違いで実装みたいな前までやってたんですけど、まあ、それが伝説のカードにしようということですよ。はい。で投票期間が28日から10日で1人1票です。でシルバーランク以上、うん、なんかアカウントを複製して何回も投票したれみたいな人がいないためにらしいですね。それやったらゴールドとかでもいいと思うけどね。シルバーなんて一瞬でしょ、うん、でゲーム内のお知らせから投票できるということですね。はい。まあこれはね、一人一人欲しいカードが多分違うと思うんで、結構バラバラになるんじゃないですかね。どうなんでしょうかね。前みたいに声優でホメロスになっちゃう場合もあるし、別にホメロス良かったけどね、ホメロス良かったけどホメロスになるっていう場合もあるし、まあそういうところかな。はい。企画2弾、第10弾プロモカードプレゼントキャンペーン、まあ、これも勇者杯に足運んだ人に送られるカードですよね多分。決勝会場で配布予定だった第10弾プロモカードをプレゼント、応募者の中から抽選で2000名結構配布してくれるね結構配布してくれるね。応募時期などの詳細は後日公式ツイッターにてお知らせいたします。応募にはスクエニメンバーズの会員登録が必要ですということで、まあ、このプロモカードを集めてる人にとってはすごく嬉しいことなんじゃないですか。うん、わざわざね勇者杯に決勝会場で足運んでプロモカードもらうっていう人絶対いると思うんで、まあ、そういう人は応募するということですね。はい、以上で、まあ、公式生放送の情報全部教えたんですけど、いかがだったでしょうか。僕はね結構これ嬉しい嬉しいですよこれ。はい、最高ですね。うん、まあ、実況者としてもすごい動画のネタになるし、で何よりやっぱ今の環境をちょっとマンネリしてきたっていう方にとってはね、こうレジェンドレアカードが計8枚で、あプラスなんかスーパーレアカードも実装されるんでね、まあ、この辺の情報はまた後日解禁っていうことなので、まあ各職業に2枚ずつね強いカードが実装されるだけで環境変わる可能性もあるので、環境変わるまでいかないとしても、まあ、立ち回りとか変わってくると思うんで、いやこれはすごく素晴らしいアップデートなんじゃないかなと思います。はい、いやこれは楽しみですね。ということで、よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それではよき、ドラゴンクエストライフを、バイバイ。